ニコンブースではですね、こちら先ごろ発表になりましたニコンの D5 がこちらにあります。特徴ですね、萩原さんに伺っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。こちらのカメラの特徴はですね、どういったところにまずありますでしょうか。まず一番大きな点といたしましては、やはりオートフォーカスのポイントが153点という形で、はい、ご自身で選ぶのは55点ではございますけれども、やはりオートフォーカスのポイントが多いということと、プラスアルファでですね、やはり AF AE 追従で12コマ、切れるということと、連続でそれもですね、200コマまで切れるという、という点がまず大きな点でございます。かなりこう AF のエリアも広がったということですね。そうですね、はい。はい、全モデルの D4S から、はい、何パーセントということは言えないんですけれども、少し広がっております。はい、大きくなっています。はい。その他ですね、画素数が2082万画素ということで、エクスピード5でだいぶこう常用の ISO 感度が上がったということで。そうですね、はいはい、常用 ISO 感度はですね、102400という形で、拡張はですね、328万まで、拡張 ISO 感度が広がっております。こうそのぐらいになってくると、今度どんなところまで撮れるかってかなり興味もありますよね。そうですね、もう本当暗いところまで本当映せるような形になってきますので、かつですね、AE センサーも、真ん中はですね、マイナス 4EV まで対応しているという形でございますので、オートフォーカスの性能とプラスアルファで、その ISO 感度も高くなったということで、あらゆるシーンに対応できると、撮影領域が広がったという形のモデルでございます。はい、実際これちょっと12コマってどのぐらいのスピードかっていうのをちょっと実際にちょっと動かしていただいていいですか。かなり速いですね。速いんですけれども、やはりミラーショック自体もですね、非常に柔らかくてですね、なんか静かなこう感じで動いてる感じですね。はい、ですね、はい。かなり速い、はい、で200コマ映してるんですけど、はい、今これちゃんとメモリが入ってるんですが、それで今書き込んでる形でございます。はい、はい、その他何か特徴はこちらはありますか。はい、あと動画を撮られる方に、動画もきちっとですね、はい、弊社対応してるさせていただいているということで、はい、4K 動画の方にも対応しております。はいはい、モニターも少し大きくなったんですかね。モニター自体は 3.2 型のモニターという形になります。はい、はい、こちらのですね、 D5 のもう一つの特徴として、カードがあります。カードがですね、 XQD カード、こちらの2枚のこのスロットになっております。でやっぱり連射スピードが上がっているのは、このカードが、この XQD カードになったということが一番大きいというふうに、言われている